基礎です。めっちゃ基礎いきます。で、ね、これめっちゃ重要なんですよ。やっぱ基礎って何でもそうでしょ。基礎ってすごく大切で、基礎があるから応用が生きてくるんですよ。だから聞かせるっていうことはどういうことかっていうのを今から解説します。なのでここにも書いてあるけど、聞かすって力押し、ね、力ある人が聞かせれるんだって僕もずっと思って10年間やってきたんだけど、そうじゃないっていうことが分かりました。だからそこにいるね、うちのスタッフの細い女性の方でもガチガチ専門でやっていけるんですよ、ね、だからその聞かすっていうことはどういうことかっていうのを学んでいきましょう。で、ここで一つ重要なのが、おそらく人によるかもしれないけど、そのリラクゼーション業界の常識って言われることと真逆のことを教えます。今から実はこっちの方が効率よくほぐせるんだよっていうこと、これ間違いないですから。で、僕たちはその技術でサロン運営して、料金をいただいています。しかも安売りはしてません。ちゃんと運営できるんですよ。なのでそれが何よりもの証拠なんです。だからそこはしっかりと、あれ今までこうやって習ったのにそれ違うの、違うんです。ガチガチさんをほぐすためにはね、だそういうふうに頭切り替えてやってみてください。で、事前に言っておきますけど、やっぱりそのまだまだ昔の常識、まあ常識ってどういうことかっていうと、肘伸ばして体重ね乗せてビューッと、もっと体重乗せなさいって教えられると思うんですよ。僕もそうやって、それでずっと10年間やってきたね。で、指痛くても我慢しなさい、慣れるから。慣れませんでした。指壊しました。で、体もしんどくなって、もうセラピストが面白くなくなった。で、そういう経験も全部してるから、もうそれは間違いっていうのはもう分かってます。なので、それを今から解説していくんで、で、この技術を学んで、現場に戻ると、もしかしたらその昔の常識でね、育ってきた先輩セラピストさんも中にはいると思うんですよ。ね、その人が別に悪いっていうわけじゃない、ただ知らないだけの話だからね。だからそういう風にこの技術を実践してても、強制されるとかダメって言われたとしても、そこはうまいこと頭切り替えて、あ、そうですねって穏便に済ませてください、ね、そこはやり方いろいろあると思うんで、そこでバチバチ戦う必要もなくて、ね、でガチガチさん来たらこれを技術やった方が絶対お客さんの反応も良くなるし、そしてセラピストも負担が激減します。効率よくほぐせる、絶対楽しくなる、なのでワクワクして見てくださいね。はい、大きく2つ分かれるんですけど、まず1つ目っていうのが、最小の力で最大に効かす方法と、硬い筋肉を効率よくほぐす方法っていうのを2つ今から解説していきます。これが基礎です。ガチガチ専門の技術の基礎なんで、しっかりと叩き込んで、もう何回も見てほしいですね、この動画ね、何回も復習してほしいです。で、まずいきます。最小の力で最大に効かす方法、まあ、どういうことかというと、小さな力でガツンと大きく効かせれたら最高じゃないですか、ね、でそれを目指すんですよ。それをするためにどうするかっていうと、まずポイント覚えましょうねっていうことです、ね、予習してきてもらったと思うんだけども、そのポイント基礎編でポイントを覚えてもらう。やっぱポイントを覚えてないとまず始まらない、申し訳ないけど。で、ポイントってそもそも何かっていうと、ポリを探しに行く目安なんですね。あれやったらメモってくださいね。ポリを探す目安なんです。このポイントっていうのね、我々が言ってるポイントっていうのはね、だからポイント全ての人が凝ってるわけじゃないですよね。で、ポイントを知っていればコリを探しに行けるんですよ。そこに指がスッと行くんです。あれどこどこって慌てる必要なくなる。あ、この人1000、あ、1000凝ってないから2000かな、あ、2000や、2000ゴリやで OK なんですよね。ポイントまず覚えてください。そっからスタートです。で、覚えたら的確に取るっていうことです。的確、わかりますか。その筋肉単位じゃないですよ、筋繊維単位での的確を言ってます。的確に取るっていうこと。そして的確に取りましたと、ポイントをね。そしたら次は押し込むでしょう。押し込む方向が大切なんですよ。ポイント取ってるのに圧方向が間違ったら、これもまだ全然ダメで、圧方向、垂直圧ですよね。だから指ってグイーって動かないです。
筋肉に向かって、筋肉に向かって押すので、ほんまに数ミリ動くかどうかね、ギューって動く。だ見た目では本当分かりにくいと思う。だから動画とかでこれ押してんのっていう、そういう状況です。ニューじゃないです、ね、垂直圧です。でポイント的確にとって圧方向がバンと合うと反り指でも全然効きます。今まで以上に簡単に効くようになるし、お客様の反応が絶対良くなる。これだけでも違うからね。まずこれをできるようにやりましょう、ね、でこれできるようになったら、いわゆるこのピンポイント施術っていうやつですね。ピンポイント施術で、我々現場に入ってたらよくお客様に言われるんですけど、お客様はね、うわピンポイントやったわ、すごく良かったわ、全身ピンポイントやった、気持ちよかったって言ってくれる。もう最大の褒め言葉やと思ってます、ピンポイントっていうのは。どういうことかっていうと、ピンポイントって言葉で表すと、お客様が欲しいところに欲しい圧をもらった時に発する言葉だと思うんですよね。ピンポイントやったなって。でそれをができるんです。的確にとって圧方向グーッとまっすぐドンと押す。そしたら欲しいところに欲しい圧が届いた。それがピンポイント施術ですね。まずこれいきましょう、目指しましょうね。でこれらっていうのは、でもお客様にいちいちピンポイントですかって聞くわけにいかないので、自分で判断しなければいけないんですよね。ポイント取れてるの、圧方向垂直にいけてるの、ね、これはどこで判断してるかっていうと、母子または肘、お客様に触れてるところですよね。まあ、母子が一番多いと思うので母子を例えていきますけど、母子の感覚で自分で判断するんですよ。あ、ポイント取ってるな、垂直圧入れてるな、皮膚引っ張ってないなとか、母子の感覚。え、母子の感覚、どんな感覚、コリを掴んだ感覚ってどんな感覚、硬さですよね、硬さがあるんです。で、あとはもう一つ厚みっていうのもあるんだけども、コリっていうのは筋肉のコリっていうのはね、厚みと硬さが増してくるんですよ。なのでそこで判断します、母子の感覚でね。でその母子の感覚っていうのも人それぞれです。すごく鋭い人もいれば、鈍感な人もいるでしょう。けどそれをより親指で情報が入ってくるようにするためのコツっていうのが、これちょっと赤で書きましょうかね。母子力で押し込むです。指の力でギューってギューって押し込むっていうことなんですよ。これすっごく大切で、体重圧使ってたとしても最終的には指の力でグッて入れに行かなきゃ、この母子の感覚って鋭くならないです。こうですよね、ギューって。で指の力もそうだし手首の力もそう。またこれ違う動画でイメージやってますけど、これを自然とこの指の動きができるようになった方がいいです、ね、僕が今から向こうにまっすぐ向こうに圧届けるイメトレするんですけど、こうです、ね、指も力入ってるし手首もギューッとまっすぐ向こうに入れる、手首を入れる、ね、圧が向こうにまっすぐ届く。で空いてる手でイメトレするときは空いてる手で抵抗を作ってギューッてやってあげると指に力が届いてる感覚が分かるはずです。空いてる手でこっちに抵抗を軽く作りながら、指と手首に力入れながら徐々に肘を伸ばしていく、うん、これをエアーでイメージでできるように絶対なった方がいい、ね、うちらのスタッフっていうのはね、もう癖づいちゃってるから、もう話しながらそうですよねってそうですよねみたいな、こんな感じでな、ね、ごめんねっつって、なんかほんまにバイクをグーッとバイクのアクセル開けるようなイメージだね、うん、これギューッて、このイメージすごく大切ですよということ。だから指トレしてねって言ってるんです。あのハンドグリップすごく大切。やっぱセラピストに必要な力っていうのはこれです、指力です、確実に。だから細い女性でもできる。で筋力っていうのは年齢関係ないです。若い人は当然つく、
ね、50代60代70代つきます。絶対につく、もうそれは証明されてる。テレビでも何回でもされてる。リハビリでもやってる、ね、おじいちゃんおばあちゃんでもスクワットしたらね、一人で歩けるようになったとか、そんな報道もたくさんされてます、ね、そういう介護施設でやったか分かりますよ ね。そういうのがあるので、年齢関係ないし、性別当然関係ないし、過去の歴、スポーツの経験とかそんなの全く関係なくて、やってください。絶対つく。 1、2ヶ月で若ければつくし、まあ、あの50代60代でも数ヶ月で全然つく。毎日やればね。ただ指痛かったらやめてねっていう感じですね。筋トレやからね、筋トレなので、そういう感じ。まあ、指トレに関しても違う動画で説明してますんで、そちらを参照にしてくださいということですね。はい、だから指トレしてね。なぜ？指力で押し込むからですよ。押し込むから。この作業をするために指力をやるんです。そして、母指感覚を鋭くするためです。だから自分で、あ、これ凝ってるな、凝ってないなっていうのが分かるんです。ね、皮膚、あ、引っ張っちゃってるな、違うなとか、全部分かってくる。だから絶対、もう基本中の基本、基礎中の基礎やね。絶対やってください。指力で押し込む。手首で押し込み、押し込む。ここに手首で押し込むっていうのも書いておきましょうね。首で押し込む、これも超重要だからね。指力と手首力、手首で押し込むということも合わせて、覚えておいてくださいということですね。でですよ、で次ね、ポイントと圧方向ができました。はい、これはまあステップ1なんだけども、まだまだ支えもできるようになればもっと効かせれるようになりますよ。支えって何かっていうと、圧入れるんだけど、圧入れた逆側に支えがないと効かないですよね。施術ベッドっていうのは支えの役割を果たしてるんですよ。だから上から下の圧に対してはベッドが支えとして効いてくれます。まあ斜め方向でも効くでしょう。けどこういう腕とかね、足とかやるときっていうのはベッドが支えになってくれないときがほとんどなんですよ。なのでこんな腕をやるときでもね、こうこっちから圧入れるだけだったら腕逃げちゃって当然効かないですよね。だから支えっていうのが必要なんですよ。自分で支えを作るんですよ。その時に、母指で押すときの支えっていうのは基本的にはこの4本の指、四指で支える、支えて効かすっていうことをするんですね。例えばこれね、これを使うとこういうことだよね。このギューッ、親指で効かしつつ、4本の指で後ろで支える、ね、だからこっちの4本の指も力が必要です、ね、こうやって効かす、四肢で効かすっていう主義もあるので、それにも力が必要なので、この4本の指も鍛えてくださいねということですね。これもあの指トレの動画を参照にしてくださいということですね。支え、そして曲げ指ですね。曲げ指、これができるようになるとまた施術の幅がグンって広がります。一気に広がる。最初は当然できないですよ、ね、できないんだけど、毎日このハンドグリップで練習してると、このハンドグリップねで練習してるとつくようになります。でこれあくまで、まあきっかけに過ぎないので、こればっかりよりもある程度力これでついたら、実際に施術で指の力で押し込む練習してくださいね。指で押し込むっていうことがすごく大切で、その時にこのイメージが大切ですねっていうことですね。曲げ指をすると、そうやな、本当に体重圧を、そこまで今までガーって使ってた体重圧を、え、こんなに使わなくていいんですねっていうのが、もう大半、多くの、大半というかもう全員やね、ほぼ全員の意見ですね。指をこういう風に使えば体重ってそんな必要ないんだねっていうこと。そうなんですよ。で、体重圧ありきでいくと本当に怖くて、施術事故がリスクが高まるんです。なので体重圧ありきっていうのは非常に怖い。特にそのやっぱおじいちゃんおばあちゃんとか年配の方とかも施術するわけじゃないですか。細い女性とかお客様ね、そういう方にはやっぱり上からドンって乗ってしまうと、そりゃそりゃ苦しいですよ。そりゃ苦しいので、この曲げ指を使って
手押し、手押しをやってほしいんですね。手押しになってるやん、ダメよってね、手押しになってるよって言われたよね。ね、手押しがいいんですよ実は。だからおじいちゃんおばあちゃんなんか施術するときなんかはもう明らかです。で、普通の方に対してもそうです。そっちの方が効く。またこの話は次のパートでこっちで話しますけども、手押し大正解、手押しをしてくださいっていうことですね。手押し全然ダメじゃない。ガチガチさんのほぐす方法としては手押しを大推奨します。絶対やってくださいっていうことですね。はい、これが、最初の力で最大に効かす方法ですね。はい、次いきます。